ドミノピザを買ってまいりました。これね、なんかなんだろう、ピザハットとか、なんかそのピザの店によって2個買ったら半額とかさ、すごいあるじゃん。安心シールが貼ってある。やっぱなんかウーバーイーツのやつがちょっと食べちゃう疑惑とかさ、そういうのもあれなのかな。へえ、こういうの。へえ。で、なんかよくわかんないくて、なんか、その、2枚目からただのところだったら嫌だなって、そんなにいっぱい食べたくないのに、そんなにいっぱい食べれないタイプなので、うちは。そんなにでっかいのも嫌だし、どうなのって思って、ちょっと、あれしたら、一枚目から半額。なんと良心的っていう。ピザはね、キッザニアのの中にピザーラが入ってて、そこだとちっちゃいピザが、親が一人分だけ食べるとかっていうピザがあるので、そこで食べることはあれなんですけど、やっぱ焼きたてのやつは、ちょっと格別感がありますね。なんとなく今日は食べたかったので買ってみました。これが一番無難な人気の、やつらしいです。では、何から食べるか。私は、どうしよう。でもこれが取りやすい位置だったんだよね。単純に。好きとか嫌いとか。どちらかというと、好きなものを食べる、先に食べる時もあるし、なんか好きなものを残す時もあるし、その時その時で食べ方は違うけれども、まあ、今これを取ったのでこれを食べたいと思います。これです。多分これはね、生地がアメリカっぽいピザ。やっぱり作りたては、美味しい。ポテト、じゃがいも。これは1枚ずつ、全然違う種類っぽいのが食べれるのが、ね、いいかもしれない。美味しい。スーパーアルプスのやつとは、ちょっと違う。これ、なんか、一個ずつね、一枚ずつちょうど食べて、オッケーな感じの種類が、美味しい。お値段は半額で1600いくらかかったんで、高いね。半額でだよ。とツッシュ取ってやる。半額で1600円ってことは元値が3300円ぐらいってことじゃん。高いね。これが。アルプスとかの惣菜のピザ、パン屋さんが作ってるピザだと600円ぐらい。でもなんか、実際600円でも、スーパーの中では高いなってイメージはするので、味の違いは多分ね、スーパーで作っても、その日に生地は作りたて、何をやってるかって、大人でなんかピーマン取ったんだ。これね、ピザにおいてのマッシュルーム、生マッシュルーム、私なんかが記憶する昔に出来たての時の、生のマッシュルームが
普及するのが結構子供の頃はなかったんで、これ画期的だよ。マッシュルーム、生のマッシュルーム、ピザにマッシュルームは合う。あとピザにナスも合う。でも日本のピザにナストッピングはなかなかない。イタリアのピザはナストッピングありました。あんまでも野菜の種類増やしてもうわ、なんか謎肉、これが謎肉、噛んだら謎肉の味がした。うん、うん、うん。うわ、これ、謎肉もなんとなく、久々で美味しい。たまに入ってくるから、いい味出してるな。なんかスパイスの味が、香りが、謎肉を、謎肉を噛んだ時の、スパイスの味が、いいです。あー、このなんかトッピングのなんかバリエーションがやっぱちょっとスーパーではちょっとダメなんだろうな。うん、うん、うん、謎肉あ、美味しい。ドミノピザです、こちら。こっちとこっちやったらどっち食べますかって言ったら、私はこっちの方が美味しそうに感じるんで、こっちを先に食べたいと思います。で、何を言ってるのかって、コーン取ってんあなたは成長しません。これバジル、あ、なんだか、でも食べれるくらいのバジル、コーンもね、あんまり好きじゃない。ピザにコーンいらないだろ、あの子のコーン。これバジルだったら嫌なんだけどな。ちょっとほうれん草だったらいいんだけど、バジルだったら嫌だな。もうでは、あ、どうだろう、バジルかな。なんか食べてからよ、決めよう。まだまだ、あ、下にも、なんだろう、これ。トッピングの種類。トッピングの種類、ちょっと、見よう。安心して食べれない。こちら。うちのね、地区はね、あんま健康志向な町なので、あんまこのピザとかの勧誘のこれが届かないんだよ。入れてもさ、頼む人が少ないんだろうな。これは、クワトロジャイアント。クワトロジャイアント。ああ、わかんない。書いてない。こいつが何なのかわからない。1枚買うと2枚無料。え、そうなの?30 days, 30 price. そこら辺がわかんないんだよ。アプリ限定、ビッグワイド。ピザ3枚で。あ、でもこんなことやってたらね、もうキリがないよ。こんなもう3枚とかも食べる。1枚で十分だよ。これちょっとバジル、これちょっと。ほらよ、こんなでかいバジルないよね、この。こんなでかい面積で。
あ、ほうれん草だな。この好きだ。うん、あ、うん、安心した。あ、これはね、照り焼き。今泣いてる。あ、照り焼きだ。でも多分開発の人が食べて、この感覚何してんだろうな。なんかでもほうれん草のね、多分このほうれん草は下茹でとかしてないほうれん草臭い感じ、えぐみが感じられるんだけど、葉っぱを乗せてんじゃないのかな。でも見た目がね、グリーンが入るとい、いから照り焼きのほうれん草、なんとほうれん草を入れました的な、野菜食べたぞアピールができるかな。これだけ入ったの、この葉っぱで1枚ぐらい食べたぐらいで栄養にならんのだよ。なんか耳まで美味しいというか、あの耳がたさ、なんかもうちょっともうきついやつあんじゃん、あのピザよりも耳まで美味しいっていう、うん、これは素晴らしい。そしてこの量もちょうどちょうどいい。ちょっとこれより小さいやつはもう本当にないのかな。でもピザって大きくすればするほど縮むから、作る人の技術が必要になると思うんだよね。最後にこちら、なんかまあガーリックだ。うん、いい感じ。うん。ちゃんとなんか粉の味がする感じがいいです。食べ応えいいんだけど、食べ応え的にはサルバトーレのピザなんか全然いいな。値段が、サルバトーレ値段がちょっとマジえぐいよ。あれ株主優待があるから別にこっちはいいんだけどさ、あんな値段つけてたらさ、店がさ滅亡しちゃうん。でもサルバトーレは10年前以上からテイクアウトの、あのテイクアウトでなんかもうパスタとかそういうのテイクアウトで管理して、まあ、12年前とかはむちゃくちゃまずかったよ。店で作ったのをプラスチックの容器に入れて持ってくる。このパスタはピザはねなんとかなるんだけど、パスタがの時間経って家に届いた頃は美味しくないので、イタリアンは雰囲気で食べるところもあるしね。まあそれを多分コロナの手前の需要で、から容器に入れて始まるところよりも研究してたんじゃないかなとは思う。でも、まずいイメージが強すぎて、あの、
ちょっとシャルバトーリの出前は頼みたくないかなっていう。うん、皆まで美味しくいただけた。あ、いいね。ちょうど食べたかったんだよ。パンのような、でも濃い味のような。たまには食べたいっていう頭だったんで、でもね、鷺沼のあのアドマチのあのなんかチーズの中、濃すぎるチーズのあれはちょっと胃もたれを、なんかイメージがなんかもうついていかないな。そこまで行くとちょっと。うん、大人の事情できついなと思ってて、まあ、なんか、飲食で食べたい欲望が満たされて、幸せを感じます。あと、願いを叶えるとしたら、焼肉。食べ放題の、安くて量を食べる焼肉じゃなくて、ちょっと高級ないい焼肉をちょっとだけ食べたいなっていう、その願望があります。いい焼肉、高級な焼肉、もうタンとかも1人前2000円ぐらいするような感じの焼肉をちまちま、二人で、そうで、だから、豪快にさ、いくらでもさ、なんかこう、それを腹いっぱい食べるんじゃなくて、焼肉ね、いい焼肉食べるとプライスレスなところあるけど、な、二人で予算で、1万ちょい。まあでもその1万でもったいないなと思うから行かないからさ、行けないんだ、なかなか。だから、ちょっとそこをなんかちょっと希望が、久しぶりだからちょっと2人で1万オーバーでちょっと食べちゃってみたいなので、願望のさ、願いが叶うかなみたいな。あとは焼肉を食べればなと。焼肉でも安いやつで量だけ食べて腹いっぱいにするんじゃなくて、なんかそう、脂っこいなんかのやつじゃなくて、さっぱりした肉をちょっと食べたら満足でございます。ということで、ピザを食べて満足した話です。ここちゃんと食べてよ。ちょうど2人で1枚ずつ、1枚ずつっていうか、種類、全然別なの。8かけ4の2分割とか8だ。8種類食べた。4種類じゃないね。8だよね。8種類を、ちょうどいい大きさで8個の、まあ、似たり寄ったりの味って言えばそうなんだけど、味わえて。よかったでございます、これ。これです、これ。ということです。